1924年当時の選手たち RTS ビジェフウッチはポーランド中央部の都市ウッチを本拠地とするサッカークラブである。クラブは1910年11月5日に TMRF ビジェフの名称でサッカー愛好者のためのクラブとして創設された。第一次世界大戦の影響により活動を中断したが、1922年1月24日に RTSBJEF の名称で、主に労働者階級の若者を対象とした、陸上競技とサッカー部門を有するクラブとして、再編した。1939年に勃発した第二次、世界大戦の影響により再び活動を中断したが、1945年3月25日に、活動を再開した。クラブは、ズビグニエフ・ボニエクラを擁した九百八十年代初頭と、 1990年代後半にかけてポーランドリーグ優勝4回とポーランドカップ優勝1回を達成するなど成功を収めている。欧州サッカー連盟主催の国際大会では66試合に出場し23勝12分31敗の記録を残している。UEFA チャンピオンズカップ1982から83では1回戦で。 マルタのヒバーニアンズ FC2 回戦でオーストリアの SK ラピードウィーン準々決勝でイングランドのリバプール FC を下し準決勝に進出した準決勝では前シーズンまでクラブに在籍していたボニエクを擁するイタリアのイベントス FC に敗れた2000年代に入ると財政的な問題のために2003から04シーズンに2部リーグへ降格するなど 成績の低迷が続いている。ありがとうございます。